こんにちは、黒田博之でございます。毎回、黒田博之志向座をお越しいただきましてありがとうございます。さて次回からですね、新たに、我が国を中心とする戦国史について振り返ることにしました。第1回目は戦国史検討その1、占領政策の本質と題して、いわゆる東京裁判、つまり極東国際軍事裁判や日本国憲法、GHQ による終戦後の占領政策をもたらしたさまざまな影響を中心に、いつもの明快な黒田節で分かりやすく紹介しますのでご期待ください。第66回歴史講座戦後史検討その1、正しい歴史を伝える会主催、歴史像作りジャパン新聞アイデンティティの講演でいつものように行います。で、皆さんちょっとお気をつけいただきたいと思います。東京講演は平成30年5月20日の日曜日に行いますが、皆さん開始時間が、気をつけてください、1時間早くなります。ちょっとこちらの事情によりまして開始時間が午後2時になります。つまり2時から5時になります。ご注意ください。で、場所はここで、この今収録している会場スター貸し会室イザベスで変わりませんが、時間が1時間早くなります。お気をつけください。で、大阪公演は平成30年6日後5月26日の土曜日午後2時から行います。これもいつもの会場、大阪市立総合学習センター第一研修室です。大阪公演は日曜日から土曜日に変わるだけで午後2時は変わりません。ですから今度大阪も東京も午後2時スタートになりますのでお気をつけください。資料代もいつも通り1500円で、高校生以下無料、これも変わりません。また大阪公演と東京公演両方とも受講された方は大阪公演の受講料が無料となります。これも変わりません。皆さん、多数の皆様のお越しをお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。